室戸台風は1934年9月21日に高知県室戸岬付近に上陸し、京阪神地方を中心として甚大な被害をもたらした台風。記録的な最低気圧、最大瞬間風速を観測し、高潮被害や強風による建物の倒壊被害によって約3000人の死者、行方不明者を出した。枕崎台風。 伊勢湾台風と並んで、昭和の三大台風の一つに数えられる。室戸台風の新路人的被害は、死者2702人、不明334人、負傷者14994人。家屋の前半階及び一部損壊92740棟、床上、床下浸水401157棟、船舶の沈没、流出。 破損27,594隻という被害を出した。9月21日午前5時頃に、高知県室戸岬西方に上陸。上陸時の気圧として911.6ヘクトパスカルという数値を観測した。台風は淡路島付近を通過し、午前8時頃に阪神間に再上陸、京都付近を経て若狭湾に出た。 台風進路右側では、強風のため建造物の倒壊被害が大きく、特に木造校舎の倒壊により、児童、教員など、学校関係者に、多くの犠牲者が出た。また、大阪湾岸では高潮により大きな被害が出た。京阪新地方における被害は、関西風水害の名で呼ばれる。 室戸岬上陸時の中心気圧は911.6ヘクトパスカルであり、日本本土に上陸した台風の中で観測史上、最も上陸時の中心気圧が低い台風である。これは、同位度の台風における、中心気圧の最低記録として、未だに破られていないから開始されたため、この記録は参考記録扱いとされる。当時、 中央気象台付属室戸速攻所では、最大瞬間風速秒速60メートルを観測したのを最後に観測機が故障し、正確な数値は分かっていない。しかし、建築基準法の台風制は2000年に改正されるまで、速度圧の基準が高さ15メートルにおける、室戸台風の最大瞬間風速約秒速63メートルを元に定められていた。 京阪神の被害外境台風は午前8時頃に大阪と神戸の間に再上陸した。再上陸時には満潮を過ぎていたが、まだ潮位は高かったことと、最大瞬間風速秒速60メートルという、強風により4メートルを超える高潮が発生した。高潮に関しては、大阪港の沈港路上の記録として30分の、 間に200センチメートルを超える海水の流入があり、地盤沈下の影響もあり、滞留した内水と押し寄せる、海水の影響で、大阪城付近まで淡水したという。あまりの急な水位の上昇に避難が間に合わず、大阪湾一帯で溺死したものは1900名、以上と推定されている。JR 天ヶ崎駅南口に立つ室戸台風と、 チェーン台風での高潮水位を示す表示。室戸台風時の水位として OP プラス5.10メートルを示している。暴風に関しては学校や院を筆頭に比較的大きな建築物に被害が相次いだ。特に木造の小学校校舎では児童、教職員に多数の犠牲者を出した。大阪府大阪市内の小学校244校と 実業補修学校2校のうち、構造的に劣る古い木造校舎を使用していた180校480棟、すべてが全壊、半壊、大破した。被災を免れたのは、鉄筋コンクリート造り及び1928年以降、建築の耐震型最新式木造校舎の66校のみであった。台風が最大風速に達したのは、 折りやく登校時刻の午前8時前後であり、強風が直撃した木造校舎は一瞬にして粉砕崩壊し、あるいは押し倒されるように倒壊した。校舎内にいた児童や職員、また心配して迎えに来た保護者に多数の犠牲者を出した。大阪市内の小学校内における死者は合計267名に達し、重軽傷者は 合計1571名に上った。郊外における死者18名、重軽傷者610名に対して、校舎の破壊によっていかに多くの校内死傷者を出したかがわかる。大阪城公園には死者を慰霊する塔が建てられている。大阪市西小戸川区外島町にあった、ンセン病療養所、豊島保養院では、高波によって、患者173名、職員3名、 職員家族11名、拡張工事関係者9名の計196名が死亡した。生存患者は一時別の療養所に移されたが、1938年に、巧妙園が岡山県に設立されて移動した。豊島保養院跡地の北西、中島川沿いに記念碑がある。なお、旧豊島町や布屋町のあたりは1950年のジェーン台風で、 ついに解没し、以降13年間放置されていたが、4年がかりで、再陸地化されて、現在に至っている。大阪市天皇寺区の四天皇寺では、1812年に、建造された五十塔と、二王門が、バラバラに吹き砕かれ、前回、近藤が、大破傾者する大被害を出した。京都府京都府では、京都市内、お得に、山城地域に被害が集中した。 区域の被害は死者240名、負傷者1258名、全壊家屋2890戸、半壊家屋4096戸。京都市内の純奈港では校舎が倒壊。療養中学では倒壊した校舎内で薬品が自然発火し生き埋めになっていた生徒20名が焼死した。その他に市人小学校、下、戸箱、 向島港で倒壊した校舎で、多数の死亡者が出た。京都府女子師範学校付属中学、京都第二中学、平安中学、紫の中学などで校舎が被災した。神社仏閣の被害は、神社関係では、上賀茂神社、下賀茂神社の国宝建築物や、伏見成大社の大鳥居など21棟が、倒壊、170社以上が被害を被った。 寺院では、千代院、西本願寺、県民寺法場、第五美保院純清志庵など27寺院が、東海900を超える寺院で被害が出た。この他にも上京区役所、官業館、岡崎公会堂本館、京都病院、歌の療養所などが、全半壊したり大破した。また、周辺山地で、倒木や摂損が多数発生したが、多くは、回収や、 復旧処理が行われず、翌1935年6月の豪雨では、倒木が河川に流出して、被害を拡大させる結果となった。室戸台風の異例祭滋賀県滋賀県全体で、死者47人、負傷者641人を出した。草津市北山田町の山田尋常小学校では21日午前8時45分ごろ、校舎が倒壊し、自動死者17人、 教員死者一人、児童重症15人、教員重症二人と軽傷者122人を出した。東海道線の瀬田川橋梁上では、急行車両が、強風により脱線、転覆し、11名が死亡、202名が負傷した。同じく、安川橋梁でも、貨物列車が転覆している。また、片田の浮き道が全壊した。岡山県。ありがとうございます。